例えば自分の奥さんが死んじゃったと息引き取ったと、その時に最後に自分の奥さんを愛するあまりセックスをしたっていう男性がいたらですね、そ確かに気持ちは悪いは悪いだろうけども法律で罰するようなもんかね。私の友達に父親から性的虐待を受けている子がいます。彼女が我慢すれば家族の幸せが保たれると笑っていました。 もうどうしようもないと僕は正直思います。えー、重たい。スウェーデンで嗜間と近親相関を合,近親間を合法化しようという運動が起こってるそうです。嗜間っていうのは死体とセックスすることね。 近親感っていうのは、えー、まあなんだ親兄弟とセックスすることですね。それらを合法化しようという運動が起こっているそうです。それは知らなかったなぁ。気持ち悪いイコール違法というのは間違っているという理屈だそうですが、なんだかしっくりきません。<laughs> はぁ、あ、岡田さんはどう思いますかもし可能なら合法化用語の理屈を組んでもらいたいです。なるほどね。これはね、あの、 えーっとね、あの僕の Facebook 見てくれたら、ねえー、34日前の立花、ね、明さんというです、ね、人のコラムの紹介のところに、まあ、ほぼその回答みたいなのを書いてるんですけども「え患、ー、と,とか近親感を合法化しようとする運動が起こってる」こてすごいよな。でこういう話をするとです、ね、やっぱりそれはけしからん嫌だっていうのが当たり前なんですね。で じゃあ、理屈で考えたらどういうふうになるのかというと理屈で考えたらですね自分の肉親であったらあの例えば自分の奥さんが死んじゃったと息引き取ったとその時にあの最後に自分の奥さんを愛するあんまりセックスをしたっていう男性がいたらですねそ確かに気持ちは悪いは悪いだろうけども法律で罰するようなもんかねっていうのは僕にはあります。 で近親感もその立花明さんが書いた例では否認を完璧にやれば、えー、兄弟でセックスをしても実は悪いことはないというよりは、えー、これはあのなんだろう議論の実験であったそうなんですけども何がいけないのかを説明できた理屈っていうのは一つもなかったそうなんですね。えー、そのののの時に書いいたただだったかな自分のペットが死んだら食べるっていうのとう えー、兄弟でセックスするっていうのとあと一つ何かタブーが書いてあったんですよでそれに関してなぜいけないのかを合理的に説明できたためしか一度もないとしかし、えー、合理的に説明できたためしか一つもないんだけどもそれに対する反,あの反対意見嫌悪感というのは社会から絶対になくならないとイコール社会というのはですね非合理な約束事というか非合理な道徳律でできていると。 でそれに対してそれは道徳律に反するから違法だにするのか道徳律に反してるから違法じゃないんだけどマナー違反だということにするのか道徳律っていうのを国民のコンセンサスで守るために違法扱いにするよと本当は違法じゃないっていうのは分かってんだけどもうこんなの違法にしちゃうよっていうのにするのかこのなんか3つのフェーズがあると思うんですね。その問題になると思うんで。僕はあの 気持ち悪いイコール違法は間違っているという理屈だそうですがっていうのは、えー、なんだかしっくりきません。岡田さんはどう思いますか。うーん。うーん。視感は気持ち悪いと思って、近親感は僕は気持ち悪いと思わないですね。で気持ち悪いから違法にしたいっていう人が。 世の中にには山のようにいて、そういう人とはあんまり僕は友達になりたいと思わないんでどんどん友達が少ない人生になるんですけども合法か用護の理屈を組んでもらいたいですと言われるとですねいやあの非合法にする理屈が立たないんだから合法で仕方ないじゃんとそんなに非合法にしたいんだったらお前ら非合法の理屈を 僕はそっちの方が言いますね。例えばそのホモとかレズとかの結婚を認めないという人がいるんだったらホモやレズが結婚してはいけない理屈を組んでくれたらそれで、まあ、説得されてもいいんだけどその理屈が成り立たない限り基本的に合法でしょうというのが僕の考えなんですよ。ただ、この考えというのは、僕はその,社会の多数の人たたちと、さっきも言いました通り、考えてるんですよ。 なので、僕の,その個人の考えでやっちゃうとどんどんずれになってしまうので社会が安定化しないようなただこれだけ国がバラバラにあってですねどの国にみんなが行けるような自由度っていうのが保たれてるんだったらばある国ではタブーであって道徳的に行けないことが別の国では合法というふうな状態は、まあ、かなりいいとは思うのでほとんどの国が嗜患や近親感を 非合法としてるからこそスウェーデンあたりのいわゆる道徳先進国って言うんじゃないでしょうね合理化先進国なんですよね合理化先進国がそういうふうなことをやってくれるのはああ結構結構って思いますよねまずだって多分世界で最初にその自殺を合法したのもあの辺の北欧の国々ですからその自殺の合法化っていうのが正しいのかどうかっていうのもあのそれら北欧の なんだろう行き過ぎた人権先進国ですねそこら辺がやってくれるからこそ僕らはいろいろ考えることができると思っておりますので、えー、岡田さんどう思いますかああいいんじゃないですかというふうに思いますああこれですね重いやつです えお父さんから性的虐待を受けていると彼女はとても頭がよく学業に真面目で人柄が良いため相談を受けた時には本当に驚きました彼女いわく性的虐待をする父ということ以外は至って普通の親とのことで彼女が我慢すれば家族の幸せが保たれると笑っていました岡田敏夫さん私は彼女に何ができると思いますか 本当に大きな問題の前では高校生は無力で、でで何もできないいと分かっているのですが、私は彼女の力になりたいです。私は友達を犠牲にして家族が成り立っている状態など絶対にあってはいけないと思います。ですが表面上は幸せな家族を維持したいという気持ちも理解ができますし彼女の考えも尊重すべきだと思うのですが特に多感な時期の少女にはあまりにも辛いと思います。 すいません。とりともよない文章になってしまいました。世間を知らない私に岡田敏夫さんの考えを聞かせてください。私と友達は高校1年生です。うんうんうん。おいさんですね。あの、こういうね、相談を受ける時のルールが、こういうのに限らず、あらゆる相談を受ける時のですね、ルールが僕にはあってですね、それは、あの、相談者の問題を考えるなんですよ。つまり、相談者のの友達の問題は、 どうしようもないんですよ。本人が聞いてくれないとどうしようもないから、僕はあの老いさんの問題を考えます。あの老いさんに問いかけるしかないんですけども、老いさんがあのもしそね友人のお母さんならどうしたいですか、どうしますかっていうことなんですよ。あのつまり自分の夫が自分の娘に手を出しているというふうに娘が行ってきたらどうするかです。自分が この子の母親だったらって、ちょっとね、高校生に難しいかもわかんないですけど、それで考えてみてください。で、つまり、このことを娘が言い出せなければ幸せな家族だったのにと本当に思うのかどうかですね。で、もし娘が打ち上げてきたらですね、えー、なんでそんなこと言うのって私たちの幸せが壊れるでしょ。あなたが黙って我慢さえしたらみんな幸せだったのにっていうふうに、おいさんが母親だったら言いますかと。ここちょっと一回考えてみてください。 で、えー、っとね、リアルに本当に考えてください、欲しいんですよ。もし自分があのこのこの母親だったら、どういうふうに娘から打ち上げられたらどうするんだろうかと。で、母親のおいさんが、いやもしあの、あなたはだから黙って我慢すべきと考えるんだったら、多分そもそも僕に相談しないと思うので、もう行動するしかないと思うんですよ。あの、そうですよね。えー、っとね、まずね、 僕に相談してくれたあなたのです、ね、お母さんに相談するのがいいと思います。でお母さんの OK がもらえればですね友達をです、ね、おいさんの家で保護してあげるつまり家に泊めてあげるわけですね。で学校もおいさんの自宅から通えばいいわけですよ。あとはその友達とおいさんあなた自身とでおいさんの母親との3人で話し合って。 今後を決める、る考えるのがいいとは思うんですけどね。なんかね一人ね大人の第三者入れた方がいいんですよ。でもしおいさんのお母さんが味方になってくれなかったらつまり「いやそんな世の問題ほっときなさい」とか「そんな子付き合うことはやめなさい」というふうに言われたらこの場合はもう第三者の大人に頼るしかないので、えー、その友達にですねあの「お母さんに相談してみようよと」とつまり次は友達のお母さんに相談してみようと。 信じてもらえなかったり否定されたりしたら今度は児童相談所に行こうとまあ、そういう相談書いっぱいありますからですね。こう話してで話す時にその友達の反応です、ね、表情とかです、ね、何に怯えて何がつらいのかというのをよく観察してください。あの もっと早く相談すべきは自分の母親なのになんで相談できなかったのかというポイントがちょっと見えると思うんでですねそこを見てくださいあの今コメントで「いやそれはお母さんの悩み」って出たんですけどももうすでにこの家庭は壊れてるんですよ。すでに壊れていてお父さんが加害者でおいさんの友達が被害者で残りの家族もですねそういう問題があると知らされていないいわば間接的な被害者 なわけですね。だから幸せな家庭を壊すではなくて既に壊れている家庭をどうやって立ち直らせるのかっていう話なのでですねもうどうしようもないと僕は正直思います。でこれでもですねまあ,あの話が進まなかったらですね、えー、今日のこの配信これあの無料で取り上げてますんでですね友達に見せてください。で友達に あの今自分がどう思ってるのかの問題を整理してどうしたいのか自分で相談文を書いてっていうふうに進めてアドバイスして投、ね、投稿稿フォームかららしてもらってもっください。そしたら僕は相談者の問題を考えるというモードに入れるからですねもうちょっと具体的なことが言えると思いますんでですねとりあえずは、えー、お井さんはまず自分がこの子の母親になったつもりでどうするか考えてその上で自分自身の母親に相談するという。 一に一回ギア入れてみるのがいいんじゃないでしょうか。えー、重たい質問とかですね、意見とかですね、これ違うよっていうのもどんどん書いてください。あの。 の岡田斗司夫ゼミというのは基本的に、ゼミが本編だとしたらですね、そのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね。ぜひともコメント欄を見てですね、参加したりですね、自分で質問を書いたり、あと質問を見た人で答えられる人はですね、ちょっと答えてあげてください。よろしくお願いします。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。